エリク・アカリウス、エリク・アカリウスは、スウェーデンの植物学者である。地類の分類学のパイオニアである。エブレ・ボリ県のエブレに生まれた。1773年に、ウプサラ大学に入学し、カールフォン・リンネが教えた最後の学生たちの一人となった。スウェーデン王立科学アカデミーで働き、ルンド大学で1782年に、医学の学位を得た。 1785年にバドステーナの公共医となり、1789年にエステルイエータランド県の地域公共医を務め、新設されたバドステーナ病院の院長を務めた。アカリウスは、リンネが分類し、残した種についての研究を行った、次の世代の植物学者の一人で、地位類の分類を行い、著書には、ライケナラフィスエシャプリドローマス、メッシダスライカナム、 ライケナラフィア・ユニバーサリス、チノプシス・マターディからイカナムがあり、多くの論文を執筆した。ルンドの王立自然地理学会、スウェーデン王立科学アカデミー、ロンドンリンネ協会、ウプサラの王立学会の会員に選ばれた。アカリウスの集めた標本は、ヘルシンキのフィンランド自然史博物館、ウプサラの植物博物館、スウェーデン自然史博物館。 ルンド大学の植物博物館に残されている。地類の構造に関する指納版などの用語を定義した。キントラの重くに属する植物の仮名俗名はアカリウスにちなんで名付けられた。その他、植物の種名や昆虫の種の名、トートリックスやチャリアナもアカリウスにちなむ。国際地類学会は1990年からアカリウスの功績を記念して、 アカリウスメダルを創設した。あは、植物の学名で命名者を示す場合に、エリック・アカリウスを示すのに使われる。ありがとうございます。